はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。はい、チェキ入りました。ご指名誰にいたしましょう。うわ、みんないいな。みんないいでしょ、みんないい。ビビムちゃんが一番可愛い。もうみんないいとか言ってくれへんもん、全員。なんか、ハズレしかいねえとか言うもん、みんな。うそー、可愛いけどな。いいよね。ビビムちゃん、やっぱきなこさんかな。はい、きなこさん入りました。え、待って、え、きなこさん今日露出ちょっと多くない？ちょっとこんな感じなんですよ。幸せ太りしちゃって。やっぱり店長が、やっぱ飲食店店長のこの腹信頼できるかなってことでアピールしてるんですよ、うちも。幸せ太りですこれ。ポーズ何しましょう？お姫様抱っこ。はい、お姫様抱っこ入りました。キャリーミー2かな、お姫様抱っこ。ちょっとイームがする、これもあるよ。イームがする。する側なんだよな。受け取ってみてよ、これ。受け取る？はい。これもあるよ、お姫様だよ。なんかこれ高い高いされてる感じじゃないんだよね。ちょっと子供か。ね、イームがさ、きなこさんお姫様抱っこしたい。いろいろ試してもらって大丈夫ですよ。キュートかな、わからん。キャリー。行ってみるか。おお、来た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 。逆だ。どっち逆ね。逆。俺が送ればいいのか。はい、こっち向いて、はい、こっち向いて、はい、こっち向いて、もうちょっと後ろ、恥ずかしいな。はい、はい、はい、そこ、はい、こっち向いて、ちょっと、ぐるぐるか。ちょっとね、あ、ちょっと、どうやってそっち向くの、こうか。あ、いっぱい取っちゃった。いっぱい取った？あ、いくよ。こっち向いてね、はい、チーズ。はい、他には何しましょう。他もいいの？あ、でもうちでじゃあ流行ってるやつやる？お、いいね、いいね、うん、それやりたい。はい。はい。え、何これ？殺せ。あー、うわ、すっごいすっごい。ちょっと待って、ぐちゃぐちゃなんだけど、キノコさんが。よくもうちのキノコ。はい、これはよくないね。これは良くないわ。意味が分かんない、ぐちゃぐちゃになってる。ちょっとリリムちゃんに写真送りますね、うん、できた写真。はい、ありがとうございます。うわ、いっぱい撮っちゃったな。これと、はい、これと。めちゃめちゃあるじゃん。いや、いっぱい指名していただいたんでね。あ、いい思い出はいろいろ共有させていただきますよ。これと、ありがとうございます。これと、あ、いいね、いいね。で、最後のこれかな。はい、これ最後意味が分かんなすぎない。これですね。何これ。で、当店から1枚ちょっとピックアップしてツイッターに上げさせていただくので。はい、分かりました。1枚100万なんで。ちょっと待って、はい、嘘。はい、これだって勝手にたくさん取られた。はい、はい、だって一つのポーズでさ。リリムさん、はい、はい、取れて嬉しかった今日。ありがとね、本当に。取れて嬉しかった。そうだね。はい、はい、はい。うちのシステムがね、1枚100万円になってるんだけど、大丈夫かな。このお腹もリリムちゃんが育てたみたいなもんだから。ありがとう。え、1、10、100、1000万、10万、100万、500万。はい。はい。いや、もう分かったよ。ごめん、500万とかになっちゃったけど大丈夫かな。いいよ、いいよ。じゃあこれからも頑張ってね。はい、ありがとうございました。ありがとうね、本当に。分かったよ、分かったよ。じゃあ稼いでくるからね。あ、また来てね。いつも待ってる、ずっと。またサクちゃんともチェキ取ってね。ずっと待ってるからね。アリピともリオピとも取ってね。うん、取るよ、取るよ。あるからね。また来てね。分かったよ、ちょっと待ってね。ありがとうね。はい、お客さんお帰りでーす。おい、ふざけんな、てめえ、おら。はい、いってらっしゃい。手に5枚取って500万請求。たまるじゃねえか、いつかうちは。これ、お腹にタトゥー入れてこようかな。あれ？あのさ、ちょっと言いたいことがあるんだけど、いるかな。はい。ちょっと、きなこさん。店長がどうしました？いや、なんか店長キスしてたんだけど。え？なんか桜さん、店長キスしてた？桜さんがさ、うん、運営してる X あるじゃん、X。はい、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 はい。あれ、遡って見たの。
はいはいはい、そしたら、はい、なんかキスしてる写真があって、キスしてる写真はないんじゃないですかね。いや、ありますよ、ありえないなと思って、キスしてる人はさすがに。これ、これですか、もしかして。うわ、これですよ。これだったりします。いや、リマー、いや、違う、いや違うんですよ、これ。うちもちょっとやっぱなんかやっぱVIPにお金積まれるとやっぱそういうのもやってて。何払ったんですか？リモーネさんは結構行きましたね。え、こっちだって何千万と払ったんですよ。いや、そんな払ってないと思いますけど。え、あのキス、いや払いましたよ。なんかチェキ、いや払ってないか、そんな、まあ、払ってないか。まあ、リムさんがもしちょっとやっぱそういうの求めてらっしゃるんでしたら、またちょっと店長にも伝えておきますよ。一律100万円で。いや、もうキスした女は押せないね。ありがとうね。じゃあ私ってこと？ポッポないの？あ、それもない。あれ、ポッポいないの？あれあれあれ、きなこね、さっきいたんだけどね。ちょっと店長、またいる時にどっか行ったかな。アリサカはちょっと無理か。あれ、なんか実はね、ちょっと気になってはいるんだけどね、うん、まあ、きなこさんと話してからかな。いやー、推し編、推し編ってこと。ちょっとアリサカちゃんもちょっと気になってるんだけど、ちゃんなんだよね。アリサカちゃんね、あの誰とも写真撮ってないんだよね、きっと。誰とも撮ってないね。うわ、厄介な客来た。ないんだけどね、マジで厄介な客来たよ。何、裏でなんかしてるとか。いや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 、ちょっとね、裏で何もしてないんだけど、まあ、ちょっとね、これツイート消しとかないとな、定期的に。何があるな、やっぱちょっとそういう厄介な遡ってくる客がいるからな。厄介って何、厄介って何、おいおい、ごめんなさい、スーパーシャウトになってました、音量が。おい、今のこと厄介って言ったのか。いや、違いますよ。じゃあまたちょっと店長いたといる時にまたちょっとあの来てくださいよ。そうだね、また暇な時来るよ。有坂にチェキ教えときますんで、またね、うん、あ、でも有坂ちゃんはね、あんまりそういうのなんか不慣れな感じもいいなって思うから。あえて教えとかないタイプで、うん、それもいいんじゃないかな。はい、わかりました。いってらっしゃいませ。またね。はい、いってらっしゃい。ガチ感あるなあの客。厄介客来たぞ、うちに。ツイッター遡ってなんかキスしてるやつは押せねえみたいな。厄介やな。お、はい、こんにちは。いや、タイミング。何どういうこと、どういうこと。何電話、電話、電話しろ、電話しろ、電話しろ。見てよこのケースに。おー、いいやん。お腹見てよ。はい。あ、もしもし、あのカフェマスクの桜なんですけど、あの、ちょっとあの、あの、リリムさんがお帰りになった1秒後に現れましてですね、ちょっとまあ、あの、今ならお話できるんですけど、本当にものの数秒で入れ違っちゃって、お待ちしております。了解です、了解です。はい。はい。厄介、厄介、厄介客の顔、厄介、あ、いらっしゃいませ。いらっしゃい。おい、どういうことだよ。どうしました、どうしました。キスしてただろう、他の客と。誰がですか。君だよ、君。え、誰とですか、誰とですか。やってたじゃないか、キスを。誰としたんだ、俺は。わかんないよ、誰、この男誰だよ。こっちが来たいよ。してないです。多分これのこと、これのことを、なんかあのお客様がうちのツイッターを遡ってキスしたんだっていう。知らばすぎ。違いますよ、これはキスに見せかけてるだけです。え、実際してないってこと。してませんよ、それは。リリムさんだけに決まってるじゃん。それはそうです、お客様。席いっぱい取るのは。そっか。そうに決まってますよ。お客様、1枚しか撮ってませんから。お客様、いろんなポーズで撮るのはリリムさんだけですよ。うん、分かったよ。そうですよ、そうですよ、そうだよね、そうだよね。とこれ仲直り、仲直りのチェキ取っていかれます。え、取っちゃおうかな。仲直りチェキいっちゃいますか。仲直りチェキいっちゃいましょうよ。なんかピースとかでなんかないかな。なんかないかな、仲直り。え、ちょっとあのね、あの、あまりキスみたいなのはね、ちょっと恥ずかしいから。いや、それはお客様分かっていますから。その辺は通ってもわきまえておりますんで。はいはいはい、はい、え、きなこちゃん、他の人とも言っちゃダメだから。あ、それはもちろん、それはもちろんそうですよ。しません、しませんよ、ちゃんと。どんなポーズがいいですか。どんなんがいい。ちょっと仲直りの手をつなぐのどうかな。あ、シェイクハンド的なね。シェイクハンド、うん、
ご飯本当に好きだからこそのね。そうですね。そうですよね。そうですね。汚れたとこ、そうちょっと姿見たくないってね。これとかどうですか？できるかな。ハンドシェイクすぎんな。ハンドシェイクすぎんな。動画は無理やぞ。ちょっと動画は別料金になる。ちょっと女の子同士のチェキって感じはしなかったな。これハンドシェイク。これ送って。あこれはね、いいですよ。仲直りのこれじゃない。仲直りやっぱハートですからね。はいはいチーズ。はいチーズ。はい。大丈夫ですか？はいはい。あのちょっとこちらなんですけど、ちょっと共有させていただきますね。はい仲直り。ちょっと携帯を開いていただいて。はい。こちらどうでしょうか。めっちゃいい、めっちゃいいですか。ごめんなさいね、本当に。またね。うん、待ってるからずっと。きなこお待ちしております。リリアムちゃん一押しきなこお待ちしております。いってらっしゃいませ。いってらっしゃい、頑張って稼いできてね。はい、いってらっしゃい。待って待って、あの公式から送ってきてない？リリアムさん、ちょっと待って、公式混同してない？これいや大丈夫大丈夫、これはなんかさ、リアルになってきてるよな経験者ではないよね、みんな。なんかその一連の流れが